横からこう円盤をこう円盤のように切っていきます。優しくほぐしていって、1時間ぐらいこう冷蔵庫入れてもらうとより一層味が染み込みが早いんで。皆さんこんにちは、たいめいけんの3代目茂木宏です。今日は皆様に、昔から、たいめいけんで、お出ししている、お料理、3品を今日は、皆様に、教えたいと思います。それでは、まず最初に、コールスローを、紹介したいと思います。お店では、50円で今でもお出ししている、昔から、たいめいけんの代名詞のサラダのお料理でございます。でまず、まあ、コールスローなんでキャベツですね。キャベツ、そして玉ねぎで人参、そして普段使ってないんですけれどもより美味しくするためにきゅうり、あとピーマンですね。で彩りがいいように、赤と緑のピーマンと、あと調味料だけです。ご家庭ではあの今はあのビネガーとか、まあ、オリーブオイルとか使ってますけれども、もううちも創業89年やっておりましてですね、もう昔ながらの、お味を出すために、あえて普通の酢ですね、米酢、米の酢ですね、あとはお砂糖、お砂糖が隠し味で使います。あとお塩、あとは普通のサラダオイルを使います。ですからご家庭にある調味料で、簡単に、作れるのでぜひ、作ってみてください。作り置きを して、3、4日、持ちますので、キャベツ丸ごと使って、切っていきたいと思います。うちはね、切り方がね、コールスロー特別な切り方がありまして、まず縦にこうキャベツを縦にします。縦にしてここ横からこう円盤をこう円盤のように切っていきます。こうこのようにね、円盤型に切っていきます。こうこんな感じで、これがまず切り方の特徴ですね。そしてですね、こう芯がありますからね、芯はねこうくり抜きます。少しね、包丁をこう少し刺しまして、キャベツを回します。包丁を回しますと手を切っちゃうかもしれません。ですからこう包丁入れましたらキャベツを回します。そうすると手を切らなくてもきれいに芯が取れますんで、これ芯はね、まあ、あのお味噌汁かなんかに入れていただければいいです。でこう芯を取ります。千切りが苦手な奥様でもコールスロー結構作りやすいですね。あのうちはね、このぐらいの、見てください、このぐらいの厚さですね、このぐらいの厚さで、ね、切っていくんです。このように厚めに切ります。そしてね、あえてこのように長く切ります。そうしないとキャベツをつけてるときにどん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 小さくなって切れていってしまうんですよね。こうキャベツをね、こうどん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 こう切れちゃってどんどん食べにくくなってしまうんで、あえてこう長めに切ります。長めに切ることによって、3、4日経ってもお箸で食べるときにつかみやすくて食べやすくなりますので、このように長めにこう切っていただくと美味しく食べられますね。そしてこの場合こう芯がありますので、今度反対側ですね、お尻の方ですね、こう芯があるんで、この場合はね、なるべく長めに切りたいんで、これはね、こう三角に切っていきます。見ててくださいね、これ切り方特徴あるんですよね。いいですか、まずこうやって切っていきますね。
まずこうやって切りますよね。これ切っていったらね、今度こう 今角度をね変えました。ここまで切ったらね、いいですか、こう今三角に切ってるんですよ。ほら、わかります、こうだんだんこう、そしてなるべくね、こううまくね、なるべく 長く切っていきます。そしてここのこのような状態になった場合なったら、これを味噌汁かなんかに入れてもらうと、またこう捨てずに再利用して美味しい味噌汁ができるんで、普段はちゃんと取ってあります。でこれをボウルにまず入れます。そして次はまず玉ねぎ、玉ねぎ半分使います。玉ねぎはね半分使うんですけども、ここ芯をね取ります。芯があるとねくっついてばらけないんで、こうしまた芯を取ります。そしてちょんちょんちょんと切りやすいように、こう端っこはね切りづらいんで、こう包丁が引っかからないんで、ちょんちょんちょんと、切り込み入れるとスライスしやすいんで、これを薄くスライスします。これはもうこう普通に包丁こう引き切りですね、こう引き切りでこう薄くスライスして、ほら薄くこうスライスしていきます。もうね切れる包丁だとねこう涙が出ないんでね、こう薄くスライスしていきます。こっち無駄なね力を入れるとね手切っちゃうんでね、こう優しくこう下ろすだけでね、でこう細くなったらね、細くこうなりましたら、こう低くする、こうひっくり返してこう低くします。そうすると低くしたら、また低くすればね、また手を切らずに切れるんで、こう切りやすいです。それでもう切りやすいですね。でこれで玉ねぎのスライスもこんな薄くできました。これが簡単に切れる方法ですね、はい。あと人参もね、あの皮をこう剥きまして、そして人参の切り方もね、こうまずこう角をねこう一回落とします。こう一回落とすとこう動かない状態になりますんで、またこっちも落として、どんどん四角くしていきます。でだんだんこう薄くなっていくと、今度はね、まあ、こうやってね手を切らないようにこう薄く削いでいけば、こう削いでいけば、まあ、手切らないようにこう削いでいけば、こんなきれいにこうそれで並べます。削いでいって、あとはもうこのまんま押し切りでこう千切りをしていきます。もう優しくもうただ包丁を下ろすだけですね。そうするときれいに同じ大きさで千切りが、同じ細さで千切りができます。続いて、まあ、きゅうりですね。きゅうりはね一回ちょっとね本当はちょっと皮むいてやりますけども、今回はね、まあ、後でもうマリネしちゃう、もうつけてしまうんでね、このままもうどんどんもう普通に切っていきます。もうこれはもう薄く、もう塩もみしないでね、もうそのまま切っていきます。まあ、包丁の先を使ってね、どんどん切っていきます。あとはピーマンですね。まあ、ピーマンはねちょっとここ先を落とします。でこっちもね落としますね。そうするとこう芯がありますけど、中にね種とかありますからね、でちょっとこう線入れてこう包丁を入れて、そうすると綺麗にこう開きます。それで半分ね、半分にしてちょっとポンポンと叩いて、このような感じで白いとこねこう取っていただいて、であとこれをもう
こう薄くどんどんこう千切りしていきます。はい、もうこれで切り物は完成です。そしてこれをもう全部まとめてこのキャベツの上に、もう玉ねぎですね、人参、きゅうり、あとピーマン、もう全部入れます。いっぺんに入れちゃいます。でそこにね、まず最初にお砂糖、隠し味のお砂糖から入れていきます。最初にね、調味料なんですけども、お砂糖から入れていきます。それはね、お砂糖をね、こういう粉物からこうお砂糖、お塩ね、先に入れてね、入れて、あとお酢を入れるとね、こう溶けやすいですね。こうほら見て分かる通り、溶ける、溶けやすいです。ですからお砂糖、お塩先に入れます。で溶けます。そしてサラダオイル回し入れます。これから優しくね、こう手でね、優しくほぐしていって、優し最初はね、こう優しくこう優しくこう持ち上げるような感じでね、かき上げてね、こう手を広げて、こうあんまり潰しちゃうとね、せっかくのふわふわ感がなくなっちゃいますからね。せっかくのね、合わせ調味料が下に溜まってますからね、こう優しくこうかき上げるような感じでこうあえていきます。でね、このあとね、この味見して、もし酢が足り、酸っぱいのが好きとか酸味が好きとか甘いのがお好きな方とか、サラダオイルがもっと油っぽいのが好きな方とか、まあそういう方はまた調味料を足していただければね、もう自分好みに合わせていただければ、オリジナルのコールスローできると思いますし、またここに最後にまたマヨネーズ、市販のマヨネーズとか入れてもらえれば、またマヨネーズ風のコールスローもまあできますし、いろんなアレンジできますね。コーンを入れてもらったりね、まあ、これが一番ベーシックなソーセージの洋食のもうサラダですね。でまたこれ常備野菜としてね、いつでも付け合わせ、もうステーキ、お肉、鶏肉、豚肉、何でも合いますんで、これ3、4日持ちますけども、だいたい色がね、だんだん黒ずんでくるんですよ。ですからだいたいね、賞味期限が分かりますから、これはね、一回ね、ラップでね、ちょっと軽くね、これラップ、別にこれラップをね、こうただこう軽くかけて、でこれをお皿をちょっとこうお皿乗っけます。でちょっとこれ重たいもの、こう重たいものをね、こうちょっと乗っけるとね、これで重しを乗っけて、ちょっと1時間ぐらいこう冷蔵庫入れてもらうと、より一層味が染み込みが早いんで、ぜひこのようにしてもらって食べていただくとまた美味しくなると思います。でただ冷蔵庫がね、小型だとなかなか入りづらいんで、もう少し小分けにしてもらって重しをしてもらうとまた美味しくなると思うんで、ぜひこれで美味しいコールスローを作っていただいて、またどん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 アレンジしてもらいたいと思います。さあ1時間寝かしたコールスローです。はい、あ、美味しそう。さあどう、うわ、使ってますね、見てください、いい感じで美味しそうですね。彩りも綺麗ですし、じゃあ盛り付けていきたいと思います。こう優しく盛り付けていきたいと思います。やっぱりこう彩りがね、大切ですからね。
ちょっとねレッドオニオン、ちょっとアーリーをちょっとアーリーオニオンを飾って、でちょっとパセリのみじん切りをね、ちょっとこうで、これで完成です。コールスローは箸で食べたいと思います。さあ、うん、サラダ嫌いのお子様にも美味しく食べれると思いますので、ぜひ作ってみてください。